はい、コマンチュー合宿シリーズをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。負けるか勝ちっていうね、言葉を言っているのかどうか、ちょっと悩むんですけども、実は私もですね、店舗の経営とか会社の経営をしていた時期が長かったもんですから、そういったところからのご相談をね、この2月ぐらいからいただくようになったんですね。で、2月ぐらいからご相談いただいた会社の社長さんとか、その幹部社員の方には、インターネットを使ってね、なんかやりましょうって話を当然するんですけども、まあ相談の内容がそうなんですよ。今までずっと久保さんのことを見てきたけども、結局ネットをやるには至らなかったと。で、今回の騒動でもう会社は多分ダメになると。 2ヶ月3ヶ月は持たないんで、本当に今更なんだけども、ネットでなんとかできないかっていう話になってきたんですよね。で、そこでなんですけども、私は当然のように、まあ事業は相場畳んでくださいと、店も会社もできないですよっていう話を結局今まで通りするんですよ。で、その後倒産した後ね、閉めた後にインターネットで、事業していくことをお勧めして、まあ、これがですね、最初の一歩ではあるんですけども、なんとね、まあ、売上ちょこちょこ上がってきてるんですよ。本当にね、まだね1ヶ月とか2ヶ月も経ってないぐらいなんですけども、ネットでちゃんと売上が上がってきてて、それがしかもね、拡大してるっていうことなんですよ。で、そう考えるとね、今までネットをやってきた人を、まあ速稼塾で見えてる会員の人ですけども、ぶち抜いてですね、一気に売り上げになってきてるんですよ。これはなんでそういうことが起きるのかなと思ったんですけども、まあ悩むまではなく当然なんですよ。それはですね、掛け持ちをしてないんですよ。で、下手に今までネットをやってこなかったリアルな店舗とか会社経営だけやってきたんで、ネットに本当疎いんですよね。で、店舗とか会社はもう全部もう諦めちゃったと、潰れちゃった、社員も解雇した、終わりましたって感じで私のとこ来るんで、ネットばっかりやってるんですよ。それうまくいきますよね。でも、うまくいかない人って多分下手に生き残ってるんだと思うんですよ。例えばこういう時代でも、なんとなく会社員をしながら、なんとなく会社もやりながら、ネットもどうなのかなみたいな感じでね、両方引きずっちゃってると思うんですよね。だから、まあスピードが遅いのかなと思いますし、そのね、私がもう一つ特徴としたのが、会社を諦めて、もしくは店舗を諦めて、今回ね、4月だけでも20人ぐらいの方が、店舗のとかのオーナーさんですとかね、社長さんが来てくださいました。本当に昔からの縁を大事にしておいてよかったなっていうところと、私の動画ずっと見てくれたんだなっていうところなんですよ。で、まあインターネットでね、動画を送ったりとかして面談するわけなんですけども、一番最初にインパクトを受けたのが、動画のメッセージって本当に感動するわみたいな感じですよね。忙しい中、本当久保さんありがとうみたいなところから始まって、もう元々信頼関係があったところにぐっとね、引きつけられたんですよね。今までどんな取引をしている方でも、電話がかかってきて面倒だと感じることあったけども、動画を送ってくださって、こっちでいつでも再生できるんでありがたいみたいなところはね、改めて感じたということと、あとはね、やっぱ指摘が的確だったと。さすがインターネットでね、なりわいをしてきた久保さんだなってことで、改めて評価もいただいたんですけども、その中で、社長さんですとかね、そういった店舗のオーナーさんですとかに、私がネットビジネスっていう方法を教えた後に何をするかって言ったら、これを以前勤めていた会社の元同僚とか上司とか部下とかに教えていくんですよって話をして、そのまま店舗とかね、企業をやっていたところの人脈に対してセールスかけてるんですよ。信頼関係もともとあるんで売れてるらしいんですよね。すごいですよね。だからね、会社勤めしていたところっていうのはメリットもちゃんと使えますし、組織としてできなかったことも、組織が崩壊した後、もしくはこれから続かないと思ったところで、多くの方がね、気持ちを切り替えてるんですよ。マインドチェンジっていうやつですよね。その中で、今まで体験したことがない、今まで取り組めなかったことにやってみようと、そこにしかチャンスはないぞっていうふうに気づいて、それがインターネットの活用ってことで、もう一直線にね、自分の思考が整ったんでしょうね。で、やっぱり口々に、なんでこれを5年前やってなかったのかなとか、なんでこれを久保さんがスタートした7年前にやってなかったんだと、速稼塾のセミナーに行ったはずなのにとかね、こういうふうな形でいろいろと思われてましたけども、でもありがたいのは、私が速稼塾を始める前からお付き合いしてくださった方が未だに付き合ってくれて、で、ついにね、インターネットのビジネスに合流してくれたってことですよね。まあ、そういった形でこの4月の前半っていうのは、売上報告が結構ね、華やいだわけなんですけども、まあ私もね、ちょっとね、かっこよく言えば時代が追いついたのかなっていうところもありますし、まあいろいろ皆さんね、整理してきてくれたんだなっていうところなんですよ。で、やっぱね、私と同じような年代の方ですから、それこそね、住宅ローンを抱えてお子さんが中学高校生でみたいな感じで、本当にやばいと、キャッシュが来月のがないという状態だったんで、本当に綱渡りのような状況でね、私の方へ頼ってくれたんでしょうね。で、そういうのもあって、
まあ何々さんのところ店舗のコンサルさんついてたじゃないですかって、コンサルの方って何か言わないんですっていうことを聞いたりするんですよ。いや本当にコンサル役に立たないなと思いましたね。こういう時に力を発揮するから店舗コンサルなんだろうとかね、経営コンサルなんだろうと思いますけども、何なんだよと思いますよね。これ本当にね、私はねずっと腹が立ってたんですけども、今回本当にぶちまけましたね、これはねやっぱね、私は店舗コンサルなんて偉そうなことしないですけども、結果的には私の方が正しかったっていうふうなことだと思うんですよ。で、いやコロナさえなければって言いますけども、いや現実に起きてるわけなんですよ。私もコロナをね予測したわけじゃないんですけども、何がしかのパラダイムシフトが起きることはいつも覚悟していたわけなんですよね。そのうちの一つがこれなんじゃないかなと思うんですよ。まあそういうことをね言いたくて、今回速稼塾億万長者合宿リメンバーのネタにさせていただきました。まあ、吉田さんもね、まあ、いろいろとなんか魔法のことをねお話してくださいましたけども、そうですね、私が今思ったのは、それでも私のところ来てくれてよかったなっていうことなんですよ。精一杯の恩返しをこれからねしていこうと思います。本当に信頼していただいてありがとうございますって感じですよね。はい、それではね、まあ、今回は以上でございます。この動画多分私が今お話した方たちに届いたと思いますんで、またね、その方たちからメールなり、できれば動画付きのメッセージが届くことを待ってますからね。それでは今回は億万長者合宿の視聴者さんにというよりも、私の7年以上前のお付き合いがある複数の会社の経営者さん、それから店舗のオーナーさんに向けてのメッセージになりました。ぜひ億万長者合宿シリーズもこれからもご覧ください。では。